農林水産省プレゼンツ黄昏レディオ、おはこんばんち、農林水産省の黄昏です。このラジオは一人ぼっちでご飯を食べるときに聞いていただきたいラジオとなっております。もちろんそれ以外でも構いません、国産じゃないわ、食材を食べるときはですね、食材を食べるとき、そう、ご飯食べながら聞くときはですね、国産の食材を選びながら選んでいただけると嬉しいなと思っております。さて今回はですね、前回の黄昏レディオ第7回のいただいたコメントを中心に、コメントをひたすら返していきます。よろしくお願いします。さあ、杉浦和恵さん、お鍋小さいとブロックのカレールーだと調整しづらいですよね。割高にはなりますが、フレークタイプのものが使いやすいと思います、というふうに、書いてあります。フレークタイプ知りませんでした。ありがとうございます。ちょっと今度買ってみますね。その他にもですね、過去にもいろいろコメントいただいてて、バレンタインの時の悲しい思い出として、学生の頃に付き合ってた彼氏に銀座の某デパートで選び抜いた高級チョコをあげた翌日、食べ慣れないものを食べたせいでお腹の調子が悪くなったとクレーム電話がかかってきたとひどいですね。もらっといてそれはないでしょっていうね、まあその感じはありますけども。次、なお花木さん、音声だけなのにクスクス笑ってしまいました。男の人の料理経験って…黄昏レディオを通じて松岡さんの料理のレパートリーが増えそうですね、というふうに、あと国産食材は値段がお高めなものもありますが、バズマフを聞くと国産を選ぼうかなという気持ちになります、ということでありがとうございます。黄昏レディオを通じて、そう、僕のね、料理レパートリーがどんどん増えていってます。まあ、ラジオの中で料理することもありますけど、国産食材を食べてくださいって言ってる自分がね、料理できないっていうのはね、ちょっとどうかなって思いますので、僕もね、楽しんで料理をやってます。粛々とはやってないです、バズマフを聞くと国産を選ぼうかなという気持ちになります、ということで本当にありがたいですね。過去にもね、コメントいただいてまして、どうせなら松岡さんにとっても楽しい方がいいと思うので、これからも無理ない感じで配信してもらえると嬉しいです、というふうにいただいております。そうですね、楽しい方がいい、確かにラジオを通じて皆さんとこう仲良くなりたいなっていう感じがあります。だから過去のコメントとかもね、一応全部メモらせてもらってて、誰がどのタイミングでね、何を話してるのかとか全部わかるようになってます。はい、なんかストーカーっぽいなすいません。さあ次、まゆさん、弾き語りのリクエスト、ゴスペラーズさんの誰かのシャツをお願いします。というか弾いてくださらなくて全然いいので、松岡さんや黄昏レディオを視聴者の方にぜひ聞いていただきたいです、ということでありがとうございました。すっかり週末の声が、すいません、あんまりね、普段もうテレワークで人と喋んないから、声の出し方もね、よくわかんなくなってきてるんですよね。すっかり週末の楽しみになっちゃいました、ということで、来週も待ってます、ということで、今来週のね、黄昏レディオを撮ってます。ゴスペラーズさんの誰かのシャツ、ちょっと知らない曲だったので、覚えて、多分アカペラになっちゃうんですけど、ゴスペラーズってアカペラですもんね、そもそも。なんで、アカペラになりますけども、どこかのタイミングで、歌いたいと思います。さあ次、あ、そう、まゆさんはね、もうコメント常連校ですよ、本当にめちゃめちゃね、毎回いただいてます。長文書いていただいたりもして、本当にありがとうございます。さて、みよみよなさん、もうみよみよなさんもね、コメント常連校ですね。ほぼほぼ全部ですね、ほぼ全部です、コメントいただいてます。市販のカレールーはほぼ油ってよく言われますよね。気にしないけど、僕も気にしないです。初のカレー上出来じゃないですか、美味しそう。手だけ動く画面がシュール、ということでありがとうございます。そう、あれ、前回の黄昏レディオの映像にはですね、手と鍋のところが動いてる画像みたいな動画を載せてます。あれはですね、一部画像で一部動画みたいな、作り方になってます。さあ、次、スプリングルール大丸さん、給食のカレーだと小麦粉とバターを炒めて練って作るルーを使うから、とろみ加減が若干違うかも。
ライブ配信また楽しみにしてますということでありがとうございます。なんでそんなこと知ってるんですか大丸さん。なんで給食のカレーのことそんな詳しいんですか。すごいわ。まあ、過去もですね、別のあのリスナーさんのコメントにも返信いただいたりしててですね、黄昏レディを一緒に盛り上げていただいて大変ありがとうございます。さあ次、柑橘さん好きさんもですね、もう常連校ですね、コメント常連校です。いつもありがとうございます。というかあれですね、全部コメントしていただいてますね。なかなかいないと思います。黄昏クックですねと、別の YouTuber さんのね文字ってありがとうございます。いつか松岡さんがカレーに魚をさばく日を楽しみにしています。余ったカレーは出汁入れてカレーうどんが最高ですと。ありがとうございます。カレーうどんいいですね。カレーうどんちょっとやってみます。あの魚さばくのをライブ配信でやりたいですね。なんか絶対できないですけど、そのできないのがいいんですよね多分ちょっと考えときます、魚さばくっていうのは。松露さん、すいませんね、あのライブ配信で多分僕松露さんって言った気がするんですけど、松露さんですよね多分。初カレーおめでとうございます。カレー大好きなので全力で祝いますと。いろいろ書いてあって、今度黄昏さんの好きなカレーの具を教えてくださいと。僕作ったカレーはもうオーソドックスな人参、じゃがいも、あれなんだっけ、鶏肉、あとなんか一個あったな、じゃがいもか言ったかですね。なので今度やりたいのがシーフードカレーやりたいんですよ。あとどなたか確かタイカレーが簡単だよみたいなの教えてくださってたんで、タイカレーもやってみたいですね。うん、海鮮いいかもしれないです。海鮮、イカとかエビとかおすすめです自分やってないのにおすすめすんなよってね、まあすいませんそれはさあ次、みすず斉藤さん、料理初心者が上達していく様子を見守れそうでワクワクしていますと。お玉ないの、お味噌汁はと思ったら味噌汁も作らない。なるほど。お麩とわかめだけなら、お豆腐かなこれ、いやなわけ、お麩かとわかめだけなら最悪そのまま突っ込んでも完成しますし、味噌汁はご当地食の代表格、ぜひ次回のライブ配信で作ってみてはいかがでしょうかと。ありがとうございます。そう、料理初心者なんですよ、ゴリゴリの。なんでちょっと練習していきます。あとは第3回でです、第3回の時にコメントでね、いろいろたくさん長文書いていただいてありがとうございます。まあ、素に迫るっていうね、ところについていろいろコメントいただいてます、ありがとうございます。なんか僕最近一周回って、その黄昏ディを始めた時に素の自分と演じる自分っていう2つの自分がいてみたいな話をして、で演じるの辛すぎて、というかなんか先ないなみたいな、このままは演じるまんま嫌だなと思って素にチャレンジしようと思って黄昏ディを始めたんですけど、なんか一周回って素で話してもそんな楽しくないなと思って、だからその、まあ、ロボット人間みたいなことを自分で言ってるんですけど、ロボット人間悪くないなと思ってます。もしあの同じことで悩まれてる方いらっしゃったら、なんか意外とロボット人間悪くないかもしれないっていう僕はスタンスなんで、仲間です感情ないとかね言われたりとか、なんだろう、行事ごと別に楽しみじゃないとか、クリスマスとか誕生日とか別に興味ないとか、あと物に執着がないとか、僕も洋服基本的にはもうワンセットですからね、あの私服もあの普段着寝巻きみたいな、もうオールインワンで使ってますし、靴も一足しかないですし、仕事と兼用のやつでみたいな感じで物に執着ないとかね、まあ、ロボット人間の特徴かもしれないですけど、そんな人は僕とちょっと似てるかもしれないですね。はい、長くなりましたすいません。もう10分、めちゃくちゃ早いんだけど、うさぎさんもいただいてますし、フルーツフレッシュさんももう常連校ですよね。キヨプさんからもいただいてます。シナモン入れるっていうのね知らなかったんですよね。めちゃめちゃちょっとこれやってみたいですね。しのしのさんからもいただいてます。歌前回の方が好きっていうことでありがとうございます。なんか黄昏ディオって多分あんまり声張ったりとかってするの向いてないというか、
やっぱ落ち着いて聞きたいなっていうのは自分で思うんで、なんか別にね、声張るよりは音程落としてこうダンディーな声で歌った方がいい気がしますね。ぶんちゃんずさんからもいただいてますね。観葉植物は僕あれなんですよ、絶対枯らしちゃうんで、あのフェイクグリーンっていうんですかを使ってます。緑があるだけでね、だいぶいいですよ。ローズホワイトさんからもいただいてます。そうですね、今回のその画像と動画を混ぜた、動画のことについて触れていただいてます。ずっとかき混ぜてるわけじゃないです。あれは多分3秒ぐらいの映像をループさせてます。小松さん、服に加齢臭がつきそうな間取り。そうなんですね、この家って匂いがすごい充満するから、それがねすごい料理と相性悪いなとは思います。千春さんからもいただいてます。面白すぎと。本当ですか。なんかあんまり受け狙ってないから自分でも毎回不安なんですよ。でもまあこの黄昏レディオで大事にしてるのって面白さよりももっと大事なねことがあるんで、そっちを優先させてます。次はナバナアババさん、唯一生活感のある絵。そうですね、確かに料理の時はね。CHGI2113、給食のカレーはジャガイモと思って食べたらルーの塊だったことがありますと。まあ当たりじゃないですか、なんか濃ゆいし味。まあ過去にもね、ぼっち飯のお供にまさに拝聴しましたという、コメントいただいてます。ありがとうございます。ピピカオさんからもいただいてますね。給食のカレーシャバシャバでしたと。ですよね、シャバシャバですよね。沼田さん、松岡さんの、家ってキッチンあったんですね。そう、キッチンあるんですよ、奇跡的に。これ人住む用の家じゃないんじゃないかってもね、毎回思うんですけども。過去にはね、部屋がおしゃれなんて言っていただいて、沼田さんあれですかね、おしゃれ好きですか、もしかして。ちょっとあの僕シンプルなデザインとか好きなんで、おすすめあったらなんかね教えてください。うららはるさんからもいただいてますね。自分で作る、そう、自分で作るのが一番ですよね、結局ね。味付けとか自分好みにできるんで、それはめちゃくちゃあの思います、共感です。ここからはあれですね、多分第7回で初めてコメントいただいた方ですね。初めてカレーを調理した時、あ、これうららはるさんだった。フラワーダイアリーさん、英語でありがとうございます。あれかな、フラワーダイアリーさん外国の方なのかな。 Thank you。 滑ったな、めちゃくちゃ滑ったな今。なんか変にやろうとして逆に真面目な、なんでもないです。エディタミヤさん、ありがとうございます。次エディタミヤさんかな、エディターなのかな、編集とかする人なのかな、違うか。お疲れ様ですと。リアルタイムは無理だったのでアーカイブでゆったり聞きました。あ、ライブ配信のことかなこれは。今日の松岡さんはなんだかとっても楽しそうで、こちらも楽しくなりましたよと。やっぱカレー作りながらやるとテンション分かんなくなるんで、ちょっと多分テンション高めでしたね。ウケさん、ウケさん、これはね僕読めないですなんか。ジャキテンさんかな、ジャコテン、ジャキテンさんだよな。天の弱ってこと ?055 で吹いちゃった。ありがとうございます。イーマンオンさん、ありがたいことにありがとうございました。積極的に使っていきたいと思います。ぜひね、使ってください。ありがたいことにありがとうございます。さあ、アソブンさん、制作と制作をかけてるんですね、と。まあ、そうですね。よく気づかれましたね。はい。かけてるんですよ、とか言ってね。その気づきはありませんでした。さあ、ウラニアさん。日本のルーカレーよりもタイカレーの方が。そう、これ。タイカレーちょっと今度作ってみます。ツヤさん。広そうなお部屋なのに今度一口なのですね。そこかよってね。僕みたいに自分に自分で突っ込むっていうね、スタイルの方なんでしょうか、ツヤさん。コンロ一口なんですよ。本当にね、生活しづらい。ただちょっとおしゃれっていうね、ただそれだけです。
さあ、こんな感じで、コメント返させていただきました。毎回皆さん本当にありがとうございます。なんか幸せな気持ちになりますね、本当に。皆さんにも幸せが訪れることを祈って、今回の黄昏レディオを終わらせていただきたいと思います。さあ最後にですね、コメントを、募集したいと思います。これね、毎回恒例にしたいなと思いますし、コメント中心にやっぱ組み立てていきたいですよね、黄昏レディオも。まあそんな思いもありつつですね、お題は今私が一番伝えたいことです。これはね、料理とか食に関することでもいいですし、本当に自分が今伝えたいことでも大丈夫です。例えば僕だったら、油に水入れると爆発するよっていうことを今一番皆さんに伝えたいですね。特に料理したことない人に伝えたいです。はい、まあ何でも、本当に自分が今思ってること、関心事、何でもいいですし、って、今一番自分が伝えたいことを、送ってください。書いてください。ぜひですね、次回の黄昏レディオも、国産食材を食べながら聞いていただけると嬉しいなと思います。それでは、失礼いたします。